はい、メリハリです。なんかこう基本はすごく明るい雰囲気で日々やってるんですけど、そういうあの明るい中でも、なんだろう、まあお仕事してる上では当たり前かもしれないですけど、こうやるべきことをやるとか、そういうところの責任感みたいなのはそれぞれ持ちながらやってるなってすごく思っていて、なんかそこのこうメリハリをきちんとして、やるべきことを遂行しようっていう感じの雰囲気だと思います。なので自分も頑張りたいなと思います。木、獨協大学の木は、木、獨協大学の木でしょうかな。漢字が大丈夫かな。綺麗なキャンパス、キャンパスが綺麗です。とてもあの建物もあの新しくて綺麗ですし、いいなって思いながらいつもいます。